オルガ・フェッドチェンコ、オルガ・フェドチェンコは、ロシアの植物学者である。モスクワで生まれた。父親のアレクサンドル・アルムフェルトは、モスクワ大学の教授である。11歳まで家庭で教育を受け、植物学に興味を持ち、10代の頃から、昆虫や植物を集め、モスクワの若い自然愛好家の会に加わり、ドイツ語やフランス語の生物学の著作の翻訳を、行っていた。 モスクワ動物学博物館で、博物学者のアレクセイ・フェドチェンコと知り合い、1867年に結婚した。1868年から行われたトルキスタン、サマルカンド、パンジケントやザラフシャンガー上流地域の調査団に、夫と共に参加した。1870年に、現在のキルギスのダロートコルゴンにまで達した。1872年に、ドイツ、 スイスを旅し、ライプツヒで、息子のボリス・フェドチェンコが生まれた。1873年に夫は、氷河の調査のためにモンブラン登場中に死亡した。オルガは、モスクワに帰り、タシケントの調査記録をまとめる仕事を完成させた。キルギスや天山山脈西部を再放し、1901年には、息子のボリスと共に、パミール山脈の調査旅行を行った。 息子のボリスも植物学者となり、南ウラル、コーカサス、クリミアを息子と調査旅行した。1895年にモジャイスクの屋敷に、自ら集めた植物を栽培した庭園を作った。1906年に、女性としては二人目となるロシア科学アカデミー会員に、選ばれた。キク科の俗名、オルギーに懸命された。オーフェデッチは、植物の学名で命名者を示す場合に、 オルがフェドチェンコを示すのに使われる。ありがとうございます。